こんにちは、朝倉です。本日は東大駒場寮の同窓会で、東大の本郷キャンパスの三条会館というところで同窓会をやってました。私が議長を務めさせていただいてやっておりました。で、終わって帰るところです。今安田コードの前にいます。夜21時ですので、こんな暗い感じであります。で、帰りがてらせっかくですから夜ですけど、東大の構内をご案内しようかなというふうに思っております。こっちは逆転してるんだ。こうか。で、これが安田講堂です。1968年9年の東大闘争の時に学生が立てこもった、ところです。で、私が、1981年に、東大に入った時にはまだその名残で中の講堂は使えない状態でしたが、確か10年前から中の講堂は使えるようになりました。ただ、現在、外の外見の様子は全く一緒ですね。で、これが法学部ですね。法学部、法学部の建物です。で、夜ですので、また機会があれば昼間の様子をお見せしたいんですが、夜の様子ということですね。で、帰り道、これから、10分間ぐらいかけて、構内を歩いて根津駅から、船橋に、千代田線、東西線で船橋に戻ろうと思いますので、10分間ぐらいこの状態で歩いてご案内しますので、何か見ていたい人は見てみてください。で、これが法学部の建物 のアーケードです。で、対面にこっちは文学部の建物のアーケードです。で、これがイチョウ並木と安田講堂ということになりますね。法学部アーケード、文学部アーケード、合わせて法文アーケード、法学部と文学部のアーケードということで法文アーケードと言ってまして、これがつながってるんですね。つながってるというかつながってる形にします。今法学部アーケードの中を通っております。こんな感じですね。今法学部アーケードを通ってるところです。で、法学部側から貫いてみますと、法学部と文学部のアーケードがこう貫い抜いた形で見えるので、これは当時の東大の本郷キャンパスを作った頃の建築の一様、代表的なものですね。はい。で、今文学部から法学部から離れまして工学部、テクノロジーの方の工学部に移ってます。で、この工学部の中でこれが建築学科です。で、建築学科というのは関東大震災の後に作られたんですが、やはり建築学科を名乗る以上絶対にどんな地震に対してでも倒れてはいけないということで、他の建物に比べても建物が非常に強固に作ってあるんですね。で、ちょっともう中には入れませんけど、入り口の様子だけ見てみたいと思います。これが建築学科の建物の跡ですね。跡じゃなくて建築学科の建物です。で、ちょっと夜なんでイメージしにくいと思うんですが、柱が、他の建物に比べても太く作っております。そしてこちらなんですが、ちょっと夜だからまた
機会があれば昼間の様子もお伝えする機会を作ろうと思うんですが、ここは建築学科と法学部の間の広場なんですが、ここは最近は近所の子どもたちの遊び場になっておりまして、まあ、私の在学中はそうでもなかったんですが、今は本当に子どもがいつもここの広場で遊んでいるようになっております。はい、それでは、今文京区の本郷で、向きとしては弥生の方に向かってる方向です。で、途中から見た人のために言っておきます。言いますと、本日私がかつていた東大駒場寮の同窓会が東大の本郷キャンパスの三条会館というところで開催されまして終わったところです。で、これから、その三条会館から東大構内を経て、根津駅から千代田線を経由で船橋に戻る予定ですが、まあ、10分間ぐらい歩くので、まあ、せっかくだからこう実況中継しようということでやっております。はい、でこれが工学部、これが工学部の一番基本的な、学科が集中している建物ですね。で、ここも耐震補強で非常に強固に作っております。もともとの柱は、そうでもないんですが耐震補強で強くしております。で、これは、まあ、種子島の航空宇宙研究所にも関係している航空宇宙工学専攻ですね。はい、でここも、まあ、通り道になってまして、今工学部から、歩いてるところでありますが、これ、まあ、ちょっと大型構造物件を取り扱ってる建物ですね。で、ここから階段になるんですね。階段、まあ、夜ですのであんまりほとんど人が通ってますよね。階段になります。で、これが実は陸の橋、陸橋になってるんですね。陸橋になっております。で、これ陸橋です、これが文京区の琴土井通りというところで、琴土井通りを挟んで右手が本郷です。文京区本郷で、左手が文京区弥生です。この弥生が私が学んだキャンパスである東大農学部キャンパスです。文京区弥生の弥生というのは弥生式土器が発見されたということで弥生、まあ、というか弥生で発見されたので弥生式土器と名付けられて弥生時代という名称がついたところですね。で、文京区弥生 1-1-1 というのが、まあ、このキャンパス、農学部キャンパスです。で、東大キャンパスは地域住民も通行することもありまして、あと研究で夜までいることもありますので、まあ、夜でも基本的には通行ができる状態に、まあ、私の時代からなっていて、まあ、今でもそれは変わりありません。で、まあ、こういう、まあいいや、自分の研究室のところ、まあいいか、こっちが、まあこれが農学部の1号館だったかな、の建物でありまして、まあこんな感じですね。でこちらが、
これがの今農学部の中のキャンパスの中にいます。あ、こっちから行くかな。まあ、東大の農学部の中にはさまざまな学科があるんですが、まあ、その学科がそれぞれの建物に分かれて、まあ、研究室を持っている形になっております。で、これが農学部の事務機能が、教務課とかそういう事務機能が集められている農学部の3号館です。3号館で、ここに生協食堂がありまして、昼休みはこの生協食堂で食べるという形ですね。まあ、こんな形、こんな感じです。農学部3号館で、まあ、大学院のことも含めて大学院農学生命科学研究科農学部というふうになっております。で、実は研究室の中の雰囲気が非常に、まあ、伝統的な雰囲気なのでお見せできればいいんですが、まあ、やはり、私の時代は結構緩かったんですが、まあ、最近は基本的に土日は中に入れないようになってますし、まあ、まして夜ですから、建物の中には入れない形でありますが、こんな形になっております。で、最近まあ、学科の名前が、次々に変わっていて、現代的な名前になってるから、今の正式な名前わかんないんですけど、これがいわゆる昔の応微研、応用微生物研究所です。応用微生物研究所。それで、まあ、東大農学部の特徴を示すものが一つありますので、まあ、ご覧いただければと思うんですが、今建物ですね。ここら辺によく猫が、地域猫がいるんですが、今日はちょっと見当たりません。で、ちょっと夜だから、まあ、これは別に当然こういうことは昼間にやるのがベストだということは分かっていますので、また機会があればきちんと昼間に来ようと思うんですけど、今日は、東大駒場寮同窓会が21時まであったので、その帰りに根津駅に向かう途中に、まあ、せっかくだから夜であってもちょっとご案内しようかなと思っております。これ動物医療センターですね。で、農学部の中に動物医療センターがあるということは何かというと、獣医学科があるんです。農学部には獣医学科があります。で、実は多くの獣医系が獣医学部ですね。麻布もそうですし、麻布大学獣医学部が、東大の場合は農学部獣医学科ということで学部として独立してないというのが一つの特徴ですけど、まあ、こういう医療センターはきちんと持っているということです。動物病院はきちんと持っているということですね。で、ちょっと人が通るんで、そこは避けまして、人を移すのは避けまして、ちょっと横を向けております。で、またまあ、ちょっと途中から見た人のためにもう一回繰り返します、時々繰り返しますが、本日は、2020年3月7日、先ほどまで21時まで東大駒場寮同窓会が、やられておりました。で、その関係で、私も会員ですので、まあ、議長を務める立場で参加してまして、それでその帰り、これから根津駅に行って千代田線を経て船橋に戻るんですが、その様子を映しているところです。はい。
これあの、外から来た人のための宿舎、これ、まあ、一時的に滞在する人のための宿舎並びに、食堂なんですけど、あのカフェなんですが、ここもともと私の住んでいた向こう側寮という駒場寮の次に住んだ向こう側寮という寮があった跡地、廃寮になったんですが、その跡地を活用して、こういう形にしております。で、ここら辺の左側の建物は、私の在学中は1980年代は農場の一部でした。しかし、まあ、農学部の特に遺伝子系の研究の必要性から、農場の一部をやめまして、生命科学系の研究の建物にしてあります。この左側の建物は新しく作られた建物ですねという形です。で、まあ、こんな感じですね。生命科学総合研究棟 B ということですね。まあ、つまりこれ最近、まあ、1990年代以降の建物です。で、一方、これ文京区の弥生、文京区のど真ん中なんですが、実は非常に特徴的なものがありまして、農場があるんですね。これだけ農場があります。ちょっと入り口のところで止まりますが、温室や農場があります。で、今たまたま消えてるんですが、ここの、左側に、なんかちょっと暗くて見えにくいかもしれませんけど、本日はたまたまついてないんですが、ずっと明るい条件にできる温室があるんですね。で、これは、ずっと植物に光が当てた状態になると生育などがどうなるかを研究するための、まあ、常時光をつけてることができる、温室でありまして、私が在学してた時も夜中でもこの光がついてるので、非常に、まあ、まあ風情があったというか、ある意味では不気味だった、記憶があります。これ農場ですね。文京区のど真ん中にこれだけの農場を持っております。はい、ちょっと見えにくいかな。はい、ちょっと見えにくいですね。また人が通りますので、ちょっと映さないようにします。研究してますね。ここが農学部5号館、私が、言いました研究室、農学部5号館の林産学科の研究室のあるところです。今も研究中ですね。理系の学部にとっては夜中まで研究を続けるのは当たり前です。まあ、働き方改革からすると、いろいろまだ問題あるかもしれませんけど、まあ、私の時代よりはずっと、私の時代でしたらもうここら辺の、ものはほとんどの部屋が明るかったんですが、さすがに今は、明るい部屋は減ってますね、昔に比べると。で、これが私もよく利用させていただいた、で、これ卒業生でも利用できますので、農学部の生命科学図書館です。で、ここの図書館の蔵書は非常に豊富でありまして、私は今でも時々利用させていただくことがあるんですが、例えば種子法の関係とかで、実は全国の農業試験場がだんだん減ってきたと、縮小されてきたという経過が、全国の農業試験場 その送られてくる論文がすべて揃ってますので、いつまでどの研究所が
どういう活動をしており、いつから閉じられる方向に来たかということが、すべてリアルに検索というか、調べることができるような図書館であります。はい、それではそろそろ、おしまいになりますが、これ農学部の、校内の建物を経まして、間もなく、こっから通れるかな。こっから通れたっけな。間もなく、あ、ここから通れますね。こととい通りに出まして、まあ、根津駅を経て、船橋に戻ります。で、これはことといどおりですね。で、ここで終わりにします。やっぱりここからは普通の歩道になるので、スマホをこの形でやるのはよろしくないので、まあ、校内、夜の校内は通行人がほとんどいないので、この形でやらせていただきましたけど、ということで、あ、文京区弥生1丁目ですね。文京区弥生1丁目の1の1、私の、その学んだキャンパスである農学部キャンパスをご案内いたしました。で、最近なんかこれに最後顔を見せしましょうか。ちょっと雨が降っているので今日はヤッケを着てますけど、あ、なんか人が通るのがまずいな。ちょっと人を写してはまずいですね。最近なんかこの形にはまってまして、時々思いついたように実況中継をいたしますので、まあ、たまたま見る機会がありましたらご覧いただければと思います。はい、それではまた。